おはようございます。よろしくお願いします。それでは最初に2点ご報告をいたします。最初に7月3日からの大雨災害についてであります。この度の豪雨につきましては九州各地に深い爪痕を残しております。被災された皆様方にお見舞いを申し上げますとともに、亡くなられた方々に心からご冥福をお祈りを申し上げます。今も日本各地で豪雨が続いております。また本市におきましても本日の午後から、雨の予報が出るなど引き続き注意警戒が必要な状況であります。市民の皆様には今後とも災害避難の情報に十分にご注意をいただきまして、早めの避難行動をよろしくお願い申し上げたいと思います。本市としましても甚大な被害を受けました熊本県にはすでに緊急消防援助隊、上下水道局職員の派遣などを行っております。また今後総括支援の職員も派遣をしてですね、今後も被災地に対してできる限りの支援を行ってまいりたいと思います。また別途担当部署の方から報告がありますけれども、現地の状況が大変厳しい状況でございますので、保育園、幼稚園、そして小中学校において、被災地の児童を生徒を受け入れたいと思います。また市営住宅の場所の確保についても今準備を進めております。できる限りの支援を行ってまいりたいのでありますが、また被災地への義援金の募集を明日から始めることにいたしました。本庁舎をはじめ17箇所に置く予定でございますが、詳細は改めてお知らせを申し上げたいと思います。皆様のご協力をお願いをしたいと思います。次に新型コロナウイルスの感染症の状況につきましてご報告であります。発生の状況は皆様よりご案内の通りであります。これまで医療福祉をはじめとする市民各界のご理解とご協力によって、いわゆる第2波につきましては、抑え込み、そして感染の拡大を防止するために、皆様方に、お力添えいただいておりますことを厚くお礼を申し上げたいと思っております。これからは感染再拡大の防止と社会経済活動の再開、このテーマに向かって進んでいくわけでございますが、市内の感染状況、そして医療提供体制などにつきまして市民の皆様にできるだけ分かりやすくお伝えをするにはどのような呼びかけをすればよいか、これまで研究をしてまいりました。この間東京都、大阪府、また国の動きなども注視をしていたところであります。そこで現在の本市の感染状況、また医療提供体制などにつきまして、より分かりやすく市民の皆様にお伝えをするため、市のホームページにおきまして新型コロナウイルス感染症対策ページを充実をするということを昨日持ち回りの対策会議において決定したところであります。今回新規感染者の数をはじめ直近1週間の10万人あたりの新規感染者の数などの項目を一覧表で掲載することにいたしました。7月10日からは国の方向性を踏まえましてイベントの開催制限を一部緩和する予定であります。社会経済活動のレベルを徐々に引き上げてまいりますが、市民の皆様方にはその都度本市の感染状況などをできるだけ分かりやすく情報提供いたしまして、状況に応じた市民の皆様の適切な対応を呼びかけていきたいと考えます。なお感染状況を市民の皆様にお知らせするときに、市独自の基準についても鋭意検討をしてまいりましたが、
国あるいは福岡県をはじめ、他の自治体の動向も注視をしてまいりまして、引き続き、これについては研究を続けたいというふうに考えております。本市におきましては、すでに病院、高齢者施設などで集団感染を経験するなど、これまで新型コロナウイルスとの戦いで多くの知見を得ました。この経験を生かしまして、市民の皆様にはコロナウイルスはなくなったわけではないこと、また最近の首都圏の状況、また地方における状況、また外国との交流も始まってまいります。もろもろ考えますと、引き続きこの新型コロナウイルスを抑えていくために、マスク、手洗いなど5つの行動目標を実践をしていただきたいと思っております。また私どもそれぞれ新規の感染者が出ますと、濃厚接触者あるいは感染経路について調査に入るわけでありますが、一波の時もまたいわゆる第2波の時もそうであります。他の自治体でもおそらく似合っていると思いますけれども、なかなか感染経路を特定するというのは難しいわけであります。そういう意味では接触アプリを活用するだとか、あるいは自分の行ったところを記録するだとか、特に1メートル以内で15分以上会話をするというときに濃厚接触の定義でそのようになりますので、特にそういう場合を記録していただく、そういう皆さんの協力が必要だと思います。ぜひそうしたことを実践をしていただきたいと思います。また同時に社会経済活動を徐々に引き上げることも重要なミッションでありまして、本市の食や自然、文化、芸術、スポーツなど我が町の魅力を再発見して楽しんでいただきたいのであります。一日も早く平穏な日常が戻るように市民の皆様で一丸となって取り組んでまいります。それではご質問を受けたまわります。幹事社の共同通信社です。よろしくお願いします。本日配布の、資料の中に、このイベント開催宣言の段階的な緩和についてというものがございまして、その7月10日から、一層緩和されるようなんですけれども、その、プロスポーツについて、これまでは無観客で開催ということでしたけれども、その7月10日からは、これに沿うと無観客でも無観客でなくても良いようですが、人としてはどのように今後市としてされていくか、お考えをお話しいただければと思います。国におきまして、イベントの入場制限の緩和を行う政府案が了承されておりまして、また福岡県におきましても国と同じ基準のもとで7月10日から緩和をするというふうになっております。首都圏におきましてもこういう状況になっておりますし、また福岡県本市におきましても散発的な感染者の状況というのがあるわけでありますけれども、その中におりまして、国そして福岡県のベースでこうした社会経済活動を徐々に引き上げていくという中でイベントの緩和というのが行われるものと思っております。従いましてその方向に沿って本市も動いていくわけでありますけれども、改めて、この感染、予防対策を徹底すると、緊張感を持って、主催者関係者と一緒になってですね、対応をしっかりとする必要があると改めて感じております。北九州市でも例えばミックスパーだとかでスポーツイベントは今後開催されてくるというようなことでしょうか。はい、感染状況というのが刻一刻と変化をする中で、国と福岡県の方で
緩和をしていく方針を確認しているわけであります。そういう中でありまして、心配される市民の声もあると思いますけれども、そこはしっかりと感染予防対策を講じてですね、社会経済活動をこれから元気にしていくという取り組みが本心においても必要ではないかというふうに考えます。したがいまして、今後サッカーであるとかいろんなスポーツイベントもありますし、また文化芸術のイベントもあるわけでありますけれども、基本的には国県の方向性を確認しながら、市としてもできる限りの感染予防対策を講じた上で、イベントを行っていきたいと思います。すみません、大雨の件ですが、保育園ですとか小中学校で被災地の児童を受け入れたいと先ほどおっしゃいましたけれども、例えばいつから何人規模で受け入れるかとか、そういったところまでもう決まっているものなんでしょうか。はい、それぞれ、教育委員会あるいは子ども家庭局というふうに分かれますし、また市営住宅となると建築都市局となりますので、別途皆様方にご報告をさせていただきまして、その詳細な要領についてもご報告をそこでさせていただきたいと思っております。例えば保育園料は免除するとか、あるいは住民票がこちらなくても小中学生を受け入れるとか、さまざまな受け入れの条件については担当部署で考えておりますので、そちらの方で詳しく、お知らせをさせていただきたいと思います。すいません、コロナでもう一点ですけれども、市長出口にいると先日おっしゃいましたけれども、昨日、5人の、感染確認がされまして、うち4人が、感染経路不明ということですけれども、最近の市内の状況についてどのように見ていらっしゃいますか。いわゆる第2波を抑え込むことができたというふうに皆様にここでご報告をさせていただいた後について、当時から散発的な発生はあり得るので、引き続き注意警戒をしながら進んでいきましょうと申し上げました。あの時収束宣言をとはしないのかというご質問を見られたわけでありますが、また散発的に、陽性患者は発生しうるというふうに当時から判断をしておりました。ので私どもも一部にそういう動きが出るということは残念ながら確保せねばいけないというふうには思っておりました。この直近 の3日間ぐらいを見ましても、例えば鹿児島で感染をした方が、仕事の都合で北九州に来られて、ここで陽性が判明をしたと、あるいは筑豊地域で、感染をされた方の、家族が北九州市民でありますので、陽性が判明したというふうに、市内、のみならず、市外、県外におきましても、こういう感染の影響を受けて、本市においても陽性の患者にカウントされていくという状況もあります。それもありますが、改めて、首都圏等の動きを見ておりましても、コロナウイルスというのは実にしぶといウイルスでありまして、無症状の方が多いということで、無症状でも人に感染をさせる場合があり得るということで、私どもが知らないところでですね、やはり、社会経済活動が活発になっていきますと、
やはり一部のところで安心をして、警戒が緩んでですね、まあ、そういうところからクラスター的なものが発生して感染していくということも出てきておりますので、今の状況は本市のみならず、まあ、本市の状況をどう見るかということについては首都圏を見ていれば分かりますように、本市におきましても改めて警戒をしないといけないと、特に、無防備になるのはマスクを外して会食をするときがリスクが高まると言われておりますので、そういうときなど十分注意をしてですね、自分の行動の記録を取っておいてですね、早期発見、早期治療、隔離ということで、封じ込めるという努力が改めて非常に重要であるということを感じております。ありがとうございます。幹事社からは以上です。すみません。これ TNG です。九州南部でも今回の大雨を受けている人も多かったと思うんですけど、今後その今回、まあ、川河川の氾濫だけじゃなくて大雨であれば下水道からの水の逆流というと内水氾濫というのが今回大きな被害を招いたと思うんですけど、北九州市さんとしては今後ハザードマップ見直しだということは考えていらっしゃるんでしょうか。ハザードマップ地域防災計画については、毎年、有識者市民代表の方と現状を踏まえて、見直すべきは見直しをして、より確かな防災計画へと、まあ、これまでの努力を続けているところであります。したがいまして、今回今お話に出たような内水による、まあ、氾濫という現象も宿舎によって認識されていると思いますし、その面ではさらに補強をしていくことがあり得ると思います。私どもの場合、この川の氾濫というか、この水の恐れということもありますけれども、土砂崩れにそれがつながっていくということを、これまでの経験から懸念をしてきたところでありまして、そうした意味では、ハザードマップ等におきましても、土砂災害への対応というものは、非常に強く意識をして、囲まれております。平成30年の豪雨災害の教訓を踏まえまして、大雨特別警報が出た場合に、イエローゾーンにまで、避難情報を出すということを改めまして、もう最初からレッドゾーン、イエローゾーン、一緒にですね、さまざまな警報を発令するというふうにまず改めたところでありますが、ハザードマップにつきましては、恩賀川、板光川、紫川など、氾濫の可能性のある、そうした川ごとのハザードマップを作成しておりまして、その流域での住民に対しては全戸配布をいたしております。また市のホームページで航空ごとのハザードマップを作成いたしまして、学校におきましても児童生徒にですね、自分たちの校区の中のリスクのあるところについてはそれを伝えていくという努力も合わせて、校区版のハザードマップの作成ということもやっております。また LINE によって迅速にお伝えをするということを始めておりますが、もう一つ民間企業の皆さんと共同で、ハザードンというアプリを開発しておりまして、これは遠隔地にあるご親族の方がお父さんお母さん心配してですね、遠隔地から北九州の状況を把握できる、でそこで、避難する、できる避難所がマップで示されるというふうに、遠隔地から北九州の災害状況を確認し、そこで連絡を入れてもらえるような、そういうハザードンという名前のアプリを開発して運用しているところです。
まあ、そうしたあの諸々のことを含めまして、この大雨災害に対応しているところです。外水氾濫に関してのそういう大きな河川に対しての破綻はもちろん平日でもう北九州市に作られていると思うんですけど、その内水氾濫に関しての破綻は今中川市と神田町しかシミュレーションしていないという状況で、今後そういった対応を考えられるというのは、市としてそういう予算を出して1000年に一度大雨を想定したものを内水氾濫を想定した内水ハザードマップの作成というのを考えています。危機管理室、外水ではなくて内水の方ですね、はい、でこちらについては上下水道局の方で担当することになるんですけども、これまでは市のハザードマップ、それから市民に配布している防災ガイドブックの中には、過去 の、その内水で氾濫したところの位置だけを示したんですけれども、まあこういう大きな雨が増えているということで、今この防災ガイドマップを、令和3年度の改定に向けてその内容の見直しを行っているところで、でその中でですね、上下水道局においてもそのこのハザードの作り直し、見直しをですね、行うということで、今年度から取り組むという話を今聞いています。で、具体的にそのどれぐらいの雨に対してのものについて、それに乗せていくという話になるかというところについては、現在検討中という話を聞いているところです。高橋さん、ありがとうございます。すみません。読売新聞の後藤です。すみません、コロナに戻って恐縮なんですけれども、首都圏を中心にですね、主に都道府県の議長になりますけれども、東京への、東京に行くということについて、一定 の、 その注意を促していたり、できれば避けてほしいというようなコメントを出されたりしていますけれども、市長としては東京に行くことについてどういうふうにこう考えていらっしゃいますでしょうか。市役所も、国との関係で、しばしば各部局が東京に、政策提案要望の活動をしてきた経緯があります。でしばらくの間は状況を控えておったわけでありますけれども、今はですね、必要な状況については、それは感染予防対策をしっかり取った上でですね、それを認めております。したがいまして、私自身についてはですね、7月後半の、市長会議をどうするかというのはまだ決まっていないんですけれども、8月には、毎年、非常に重要な国提案活動がございまして、国会議員の方々に、北九州の地元の予算をまとめてですね、要請をするという活動がございまして、その時には先方のボツがつけばですね、自分自身も担当局長と一緒に状況、することになると思います。7月中ちょっと予定はまだ確定はしておりません。実は確認なんですけれども、市民あるいはその市内の企業に対して、東京への出張あるいは観光、そういったものについて特に市長の方から制限をかけるといいますか、何か訴えるということはないという理解でよろしいでしょうか。基本的にいわゆる第2波の抑え込んだという報告をして以降につきましては、感染予防対策と医療提供体制の充実という大きな柱と、もう一つの大きな柱として社会経済活動を徐々に引き上げていくと、この両立が重要であるというこの基本認識に立って発信をしております。
したがいまして、経済界についても社会経済活動の再開に向けて、ご一緒に汗をかきましょうと、まあ、こういう基本的スタンスでございますので、経済界の方に首都圏に行くことは注意してくださいということは一切申し上げておりません。あと、すみません、医療体制の充実の関係なんですけれども、先日の会見で、PCR 検査センターを増設するという考えを示されていらっしゃいましたが、その後 の検討状況について教えてください。はい、医師会長もこの度、新たに選出をされて、新体制で行かれるということであります。まだ今後についてですね、緩和せということをまだしておりませんけれども、すでに現在の新執行部の皆様はこの PCR 検査センターを八幡でスタートするときからですね、いろいろとご相談をしてまいりましたので、状況は熟知をされていると思います。この課題はかかりつけ医からですね、検査してほしいというときに、迅速に対応できるようにもう一つの保健所外のルートを作るということであったのですが、医師と看護師が確保されるかどうかというマンパワーの問題が、これは本心限りませんが、非常に大変だということでありました。幸い今順調に推移しておりますけれども、この医師スタッフの確保というのは引き続きテーマであります。したがってそれが確保されますとですね、さらにもう一箇所、例えば北九州の門司小倉を視野に入れたもう一箇所対応ができないかという声は実際に医師の間からですね結構出ていた問題であります。行政からというよりはむしろ医師の間でですね、八幡まで行かずとも国の方で PCR センターができないだろうかというこういう問題提起がありまして、行政としましては医師と看護師の体制が取れるんであればですね、それは一つの有力な今後の手立てだと思っておりますので、今後そうしたことを含めて医師会の皆様と相談をさせていただければありがたいと思っております。わかりました。ありがとうございます。すいません、 FB ニュースの時なんですけど、被災地の園児と児童生徒の受け入れについてなんですが、詳細はこれからということなんですが、市長のそれを実施する思いを聞かせてください。テレビ、新聞、また SNS などで現地の大変厳しい状況というものが刻一刻と伝えられておりまして、大変胸が痛むところであります。改めてこの豪雨災害の残酷なまでの厳しい状況というのを思い知らされております。そうした意味で学校もですね、水浸しになる、あるいは学校が地域住民の方々の避難所になっている例もあるということで、教育学校活動を再開するにしては地域によっては大変厳しい状況が あるのではないかというふうに思います。したがいまして、そういう被害から幸い免れた地域のみんなでですね、工夫をして住むところと保育園から学校教育を受ける権利をですね、みんなで守ってあげるという試みは大事な助け合いの試みだというふうに思います。私ども例えば保育園料は免除するとか、いろんなことを考えていきたいと思いますけれども、ぜひ地元が落ち着くまでの間ですね、北九州でも滞在していただいてですね、保育から学校まで、ここで、しっかりと学んでほしいなと、過ごしてほしいなというふうに思います。コロナで、休校も多分被災地あったと思うんですけど、そういう中でこういう雨があってまた休校になっているという
そういう中で、まあ、教育の確保を北九州市として支援していくということについてどういうふうに思っていらっしゃいますか。コロナのことは気がかりであります。鹿児島は今回、夜のお店から集団感染が発生したということでありますけれども、それ以前は鹿児島もですね、極めて、コロナの情勢は落ち着いていたわけです。熊本もそうでありまして、全国でも熊本県、また鹿児島県、はですね、コロナウイルスの感染状況がですね、極めて落ち着いていたところだと思います。まあ、鹿児島の昨今の状況は別にいたしましてですね、熊本については今でもそうです。したがいまして、まあ、いろんな報道を通じまして、福岡県が感染者がまた増えているんではないかというような思いの方もいらっしゃると思いますので、コロナについても心配をされる向きはひょっとしたらあるのかもしれません。しかし、このコロナウイルスとの戦いにおきまして、学校現場あるいは保育で幼稚園もそうでありますけれども、そこから子どもたちを守るために関係者は懸命の努力をしております。また知見を得ております。体制もですね、感染状況を2度ほど本市は経験しておりますので、それだけにどうやったら子どもたちを守れるのかということについて、関係者は、しっかりと知見とまた対応が あると私は思います。そうした意味ではぜひその点は安心をしていただいてですね、こちらで落ち着くまでお過ごしいただければと思っております。ありがとうございました。すみません、朝日新聞の沼田と申します。今回の豪雨でですね、北九州市内でも一定数避難された方がいると思うんですが、予定避難所での新型コロナウイルスの感染防止対策について実際に運営してみてどうだったか、もし見直す点などが出てきているのであれば教えてください。陽性の患者さんは病院、またホテル療養ということになります。濃厚接触者の方についてはあらかじめ全員に対して事前にお知らせをいたしまして、場所は公表しておりませんけれども、濃厚接触者の方がそこで時間を過ごす場所というのは確保しておりましたが、今回はご利用がなかったように、直近そうでよろしい、そういう報告でございました。で、まあ、そういうふうに濃厚接触者の方の方についてはそういうふうにしておりますので、市民の方もその点はまず安心だと思います。ただやっぱり人が集まるところに出向くということについては警戒をされている方が多いと思いますので、そういった意味では現地におきまして手指、手指の消毒をはじめマスクの着用でありますとか、さまざまな工夫をしてコロナ対策を工夫をして受け入れておりますので、その点については来られる市民の方々もコロナ対策をしっかりやっているなというふうにお感じいただいたのではないかと思います。ありがとうございます。ではすいません、お願いします。TUC です。コロナに関するイベント関連あるかもしれませんが、先日横浜市が来年の成人式を、オンラインでやると、もう横浜アリーナに一堂に会するというのをやめたというふうに報道がありましたが、北九州市も同様にそういうようなことを計画または予定されているでしょうか。現在鋭意検討中でありまして、結論はまだであります。ただその中で横浜市のようにやはりたくさんの人が一堂に屋内に集まるとなるとですね、心配もあるというご意見というのは理解ができます。ただ例えば今メディアドームで昨今やっておりますけれども、中で育っている方は3000人台だと思います。7000ぐらい参加されると思いますが、そこに入れない方もいらっしゃるんで、だからそういった意味ではですね、横浜の規模と比べてもですね、屋内で、そのイベントを過ごされる方というのは、まあ、一定の数は大きいですけれども、
ただ非常に広い場所であります。そうした意味で、感染予防対策をしっかり講じた場合に、安全に、そのイベントができるのではないかという意見もあります。それはやっぱり一生に一度の成人式でありますので、できることならばお祝いをしてあげたいと、社会に送り出してあげたいという、そういう思いの方々が少なくありません。そういう方々は旅館の例なども頭に入れながらですね、果たしてここで安全にイベントができるかどうかの、ギリギリの調整をされているところだと思います。もうしばらくお時間を貸して願いたいと思います。コロナに関してなんですけれども、北九州アラート、市長おっしゃってた北九州アラートは現状どのような現状状況でしょうか。アラートという場合に非常に市民に分かりやすいのはですね、色で示すということです。例えば安全の場合は緑、少し警戒が必要になると黄色になって、これはいよいよ市民に、しっかりとした予防警戒、これが重要な段階に入ったとなると赤にするとか、これなんかは非常に分かりやすい示し方です。ただその東京大阪がそれを始めてですね、しばらくやってみてその方法をやめてしまったということです。それにはいろんな背景があるんだろうと思いますが、それが一つの試行錯誤であります。もう一つは東京都が新しい基準について数値目標を具体的に示していないのは問題という、こういう論評もあったところでありますが、現に東京大阪をはじめ各県で、いわゆる基準というものを、あるいは目標、指標というんでしょうか、そういうものを持っているところもありますので、いろいろと比較調査はしてみたのですが、一方において国においてですね、今また解除するときの基準というのはありましたね。緊急事態宣言を解除するときには10万人あたり 0.5 人以下であれば問題ない、1人程度の場合は医療提供体制、検査体制と総合的に勘案して解除するかどうかを決めるという 0.5 から1人という、こういうのはあったわけでありますが、今度はその医療提供体制についてですね、特段の体制を取るようにする基準がまた示されているようなんですね。その数が非常に多いんですね。 0.5 や1人ということからする、そういうふうな通知が出てきているということが一つあります。それと、内々その政府にですね、解除するときの基準というのは今後どのような扱いになるかというのを聞いているんですが、また新たに再設定、再指定ですね、緊急事態宣言をまた新たに出すときの基準としてですね、それを使うということは予定はあまりないようですね。これは政府としてご決定されているということではないかもしれません。例えば国会答弁で大臣から出れば話は別なんですが、非公式なこれまでのやり取りにおきましてですね、あれは解除するときの基準であって、その基準でずっと行くということでもないようなんですね。そしてそれをかなり上回るような基準といいますか、一つの指標を出して、そうなった時でも医療提供体制は大丈夫かと、そういうシミュレーションを行うように県の方に通知が来ているということであります。そうした諸々のことを考えますとですね、今県と一緒になって作業するというのは今後あり得ると思います。私どもは政令指定都市市長会、こうした健康医療の問題についても基礎自治体の役割を重要だと思っておりますが、基本的に、この感染症対策というのは国と都道府県を軸にした法体系があり、また実際に行われております。特に今後の医療体制で重要なのは、患者さんが減っている、手術を先延ばししているということで、どこの病院も今大変な経営難であります。それをどうやって支援するかということが、いわゆる第2波に備えるための大事な
課題と言われているんですが、その場合のですね、助成の予算というのは国会で決まって県の方に送られているんですね。まあ、そういうふうに物の例えばベッドの受け入れベッドを何床持つか、そのうち重症患者用にいくら必要か、これは県単位でもって全体で把握をして運営をするという状況であります。こうした諸々のことを考えますと、市独自で、また東京大阪国の最近の状況を見ましてですね、ここで基準を出すということがそのままうまく回るんであろうかという思いもございまして、引き続きですね、市独自の指標につきましてはですね、研究を続けるということにしまして、まずは市民の皆さんに分かりやすく現状をしっかりとお伝えをしていくというところからスタートしようということです。ちなみに研究はいつ頃まで続けられて、研究はいつ頃まで続けられて、だいたいそのいつ頃には結論出したいなという感じなんでしょうか。国が10万人あたり、通知分は 2.5 ということ、これは医療提供体制が大丈夫かということ観点でありますので、あるべき姿かどうかというのは別問題、それと県の方が8人が3日続いた場合に、1つの注意警報を出す、これは誰に出すかというと病院に対してですね、受け入れ体制が大丈夫かどうかということをもう一回チェックに入ってですね、注意を喚起するという趣旨でございます。国と県ってそういう動きがありますので、市だけでやるということについて、一定のその期限を設けるということはですね、今はちょっと国県の動きをちょっと見たいという思いでありまして、恐縮ですが、いつまでに次のステップに踏み出すということはちょっと控えたいと思います。ありがとうございます。この回よろしいでしょうか。では以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。